あ、チンドン屋のあの竹垣さとるちゃん、竹垣さとるちゃんのあの何あのリテラシー裏を取ってませんのやつをな横取りしてやな、お前乗せよんか、これは竹垣さんよ。え、俺しつこいからな、ちょっとな、うん、ここなパチンコ屋におるんや、 Wi-Fi ないからよ。うん、ほんでお前ここでお前自撮りしとんやけどな、俺ももうカメカメカメそうだったからやな、もうお前お前こうして Wi-Fi あるとこでお前撮影しようやけどやな、お前あれやで竹垣さん、え、何言うの、お前みんなに押せたらんかいや、ピンクローター事件よ、お前、え、恥ずかしかったか、ピンクローター、うん、これ金あったらな、もっとええやつな、うん、送ったろうかな思っとったんやけどやな、お前その時買えなかったからな、お前あれで我慢してくれや、ピンクローターでよなあ、お前せやけどごっつ引いとったらしいぞ、お前、あ、俺もお前関東の知り合い電話ってやな、お前、え、お、笑っとったぞ、ピンクロータ、何エロビデオ送ってくれ言うたけど、ピンクローター送ってくれって言うたもんじゃないって、お前が勝手に思ったら一緒やろ、ピンクローターもエロビデオもお前、えー、ライオンズマンションの人とお前ちょっと高んぞ、お前姫路のライオンズマンションの人と一緒によ、うん、なあお前そやけどお前のネタお前いろんな人に押せらんかいや、お前え京都かどこかからお前え人が来てやな、お前代表出せ言うたらお前そこのお前幹事長がやな、お前代表にはデータ出さない言うてやな、お前帰りも全部お前泊まりも全部お前幹事長が用意した言うてやな、俺お前あるとこからお前情報聞いたんやけどやな、うん、だけどお前なんかどつきに来る人間おるんか、そんなお前みたいなヘタレがほんま、あ、ねえ竹垣さんよ、あ、お前何考えてきとんねん、せやけどほんまに何の極道 YouTuber やねんお前、極道話の好きな YouTuber にせえや、お前みたいななしょうもない人間な、よお前みんなお前五人会減ったぐらい言うてやるよ、ヤクザごっこしとんかお前、あ、それとお前な、そんだけお前根性あるんやったらな、お前ヤクザの事務所お前したら貸し込み行ったらんか、お前それぐらいのな、お前根性なかってな、よお前何五人会陣営になる五人会何の陣営やな、お前白状な人間やんか、これ竹垣さんよ、え、どういう意味で五人会作ったん、え、浮気わからんわほんまに、お前そんなんやったらお前なジャジャマルピッコロポロにしとかや、お前それの方がお前ええわお前ほんま、え、竹垣さんよほんまに、え、お前ニコニコプンも嫌がるわなお前みたいな、なニコニコプン言うてな、お前やんけそれ、え、お前そんでお前ビートたけしのテレビに出てお前、え、デイリー新潮出てお前天狗なっとんかこら、お、お前天狗なったがと人間な天狗なったがんねや、お前いつかへし折られてるまうからだその天狗な、うん、俺にへし折られるかわからんのこらお前舐めとったがんと竹垣さんよ、うん、俺お前になひどいこといっぱいされとんやはっきり言うてや、お前カルスの写真をお前全世界に配信したりやな、俺のことお前精神疾患じゃ減ってくるや言うてな、お前そんなもん人権問題だぞお前これな、え、人権擁護委員会の人やな、団体聞いたらなこの竹垣言うのな、お前はっなあお前障害者のな俺に捕まえてやな、お前そんなことをお前、え、全世界に流した人間やぞこいつ、お前立ってくださいよ、人あの障害者を雇用障害者の人とか、え、人権、え、委員会とかよ、あ、これ大議員の先生も聞いとったらやな、あ、これ竹垣のことな、俺こんな竹垣さん五人会 NPO 法人のなお前代表にこんなことはひどいことをお前されたんやぞ、俺はほんまになあ、ピンクローターは俺が送ったけどやな、おもろやろピンクローター、お笑いで送ったったんや、ああお前どんな反応するかな思ったやな、お前、ああなあ竹垣さんよ、あんたもな、俺もな、それは俺竹健太郎にな、お前赤番された人間はっきり言うとお前5000人ぐらい見とるわ、そやけどな、俺のお前遠いとこにおるな、お前知り合いがな、お前ケツ持つ言うから俺竹健ちゃんやったわけや、なあ、そやから竹健太郎ちゃんにな、俺の恨みもなんもないやで、ただお前には恨みあるわ、はっきり言うてよ、うん、だけど俺の恨みはな、な、すいませんとかそんなんでな、飯食わしてな、それでお前沈下するもんちゃうねん、俺もやるかやれるかできとやん、はっきり言うてよな、分かった竹垣ちゃん、なあ、あんたみたいにお前下手れちゃうで、お前やるとこまで、お前行くとこまでとことん行くから俺はな、俺お前にそんなひどいことされたんや、はっきり言うてよなあ、竹垣さんよな、だから俺言うとね、な、な、あんたお前俺の彼女関係ないやろ、それお前彼女全世界のお前配信されたんお前、
ああ、ほんで俺お前ガッツァお前言われてやな、ああ、ほんでお前ニコニコプンやお前、ああ、お前どないしてくれんねんこら、お前そいつ関係ないやないか、お前肖像権の侵害やぞ、はっきり言うてよ、ああ、なあ、俺なはっきり言うてな、パソコンの加工の仕方も知らんねん、何も知らんねん俺、だ LINE 送るもな、な、10分20分かかるんよな、はっきり言うてよ、要せへんねん俺、なもわからんねん俺な、わからんふりとかちゃうの、ほんまわからへんねんな、俺そんな、な、そんな状態やんな、うん、俺が何ができんねん、ほんでな、こんなんも来とったわ俺、ネットしたときには、あなたの見ていないとこで悪いやつらが悪い動きをしております言うてな、この人のことを劣ったわ今なったらよ、うん、竹垣さんってお前金儲けしたんちゃうんか、俺のことネタでよお前、あることないこと言うてこら、鳩垣よこら、あ、うん、俺お前が内容証明送ったとこお前何件か知っとんだ、だけどな、これ以上したら法的処置します言うて、お前にしたけどな、弁護士なんかつくんか、あ、うん、お前、お弁護士つけてもな、お前あれやんけ、お前あれやん、お前本人訴訟せんかい、三浦和義みたいによ、本人訴訟しちゃれえねん、お前弁護士なんかいらねえ、弁護士だという本知らんのか、お前それで勉強して自分でお前な禁止書いたらええねん、思うことな、民事はしたけど金もかかってよ、お前時間もかかるで、負けた人間払わなあかんからな、民事はな、うん、竹垣さんせやけどあんた勉強しとんか、懲役った割にはあんまり賢くないやないか、せやけど、え、なあ、懲役もお前しょんべん系ばっかり言っとみたいけどやな、お前、え、お前懲役ったらみんな賢くなるんや、頭ようなるんや、あ、竹垣さん頭良くないやろあんまり、なあ、妄想説教現役の病気知ってるかお前、なあ、俺はもうそれに輪かけてもっとひどい病気持ったんや、ほんま、なあ、事件爆弾いうお前病気持ったんや俺な、うん、だからいつ爆発するか分からん、はっきり言うて、俺そんな状態で生きてんやで、竹垣さん、あんたにされたんや、あんたにな、あんたにな、事件爆弾のな、超事件爆弾にされたんや、分かった竹垣さんな、俺だからな、あれやで、あんたみたいにな、助けてくれ言うてな、お前命乞いせえへんで、俺は、はっきり言うて、もう俺病気は病気やからな、はっきりみんな怖がっとるで、はっきり言うてな、あんたみたいにな、お前あるところの人に届かれて命乞いして、命だけは助けてくれって、俺はそんな泣き言言わへんで、俺やられてやり返すという信念持っとうから、はっきり言うてな、だから俺は無茶者の親分のお前看病人な、できた人間なんや、はっきり言うてよ、俺はそれは誇りや自分で、あとはもうどうでもええんやけどな、はっきり言うて、俺怒らせたらお前大変なことになるで、竹垣さんほんまに、はっきり言うてな、俺なくすもんも守るもんないから、家族も何もないから、はっきり言うて、それは仲間とか知り合いはな、おるけどな、うん、ほんま竹垣さんあんまりあのあれやで、大概にしとかんかったらお前大変なことなんだお前ほんまな、俺腹くくってな、お前 YouTube 上げとうから、はっきり言うてな、お誰が来ても俺一歩も引かんからな、分かった竹垣さんな、お前冗談で張ったりでお前言うとんちゃうぞ、あな、俺も別にやな、俺も別にな、その辺歩いとってな、お年寄りとか子供が巻き込まれるんやったら俺一番に巻き込んでくるら言うて、俺前に立ったろから思とうからな、お前腹立ってきとうからな、竹垣さん分かったかな、お前あんまり俺のことお前あれやぞ、あ、あちこちでお前しょぼな人間入ってくるらだったらお前大変なことになるからな、待っとけこら、あ、金貸せよこら、分かっとんかこら、お前冗談で言うとんちゃうぞ。